こんにちは、七色の扉です。今回はダイソーとキャンドゥでの購入品をご紹介します。最初はキャンドゥさんのレンジであったか首用とアイマスクです。それぞれ330円です。ドラッグストアや通販などで買って使ったことのある方もいらっしゃるかと思いますが、電子レンジで温めて首や目に当てるグッズです。パソコンやスマホで目や首が疲れている方に良さそうです。どちらも可愛い猫がデザインされています。反対側は無地で肌に当てる方となります。首用の方は首の後ろに当てて前の穴に通してクロスさせるタイプです。アイマスクの方はよくある普通のアイマスクとは違い、ゴム紐がないので手で押さえる、もしくは仰向けで寝転がって目の上に乗せるように当てるかになります。それでもこのお値段で買えるのは嬉しいです。中にはビーズがゴロゴロと入っているのがわかります。それぞれのカバーに電子レンジの温め時間が書かれたタグが縫い付けられています。なので温め時間を忘れても大丈夫です。温めの目安は首用では 500W で30秒、アイマスクは20秒です。温めの際には無地の方を上にした状態で中のビーズを平らにしてからレンチンします。レンチで温めてみました。温め直後は中から蒸気が出ているみたいな湿っぽさがあります。適度な暖かさでとても気持ちいいです。首の方は美容室で首の後ろにホットタオルを当ててもらっているかのような気持ちよさがあります。私の首は太い方ではないと思うのですが、首に巻いたらギリギリクロスができる長さです。アイマスクの方は疲れている時に当てると気持ちよくてそのまま寝てしまいそうになります。冷めた後に外すと首は若干スッとした感じがしました。温めは電子レンジのみとなり、オーブンやトースターは使用できないのでご注意ください。繰り返し使用する場合は火傷を避けるために常温に戻してからの加熱となります。あと過剰に加熱すると破損や発火の原因となるので、しないようご注意ください。就寝時の使用も NG です。洗濯はカバーのみ行いますが、単独手洗いとなります。ドラッグストアのほぼ半額くらいなので買いやすいですし、気軽に使えるレンジであったか首用とアイマスクです。次はスクラブクロスです。50枚入り330円です。つい最近スリーコインズさんで買ったスクラブクロスでプラスチックの水垢落としを紹介しましたが、同様のものがキャンドゥさんでも同じ値段で販売されていました。使い捨てのシート状スポンジです。ミシン目がありますので、使いたい分だけ手でカットすることができます。シート状なので曲面や隙間が洗いやすいです。また使い捨てなので衛生的です。1カットのサイズは 20cm×22cm です。シート状のスポンジとは言っても水は吸わないし、デコボコ加工でガサガサした感じですが、テフロンやフッ素加工などにも使えることに驚きました。シートに水をつけてから使用しますが、ちょっと油断したらできるお風呂の水垢など割と綺麗になるのがありがたいです。こちらは顔や体、ペットなどへの使用はできないですし、水に溶けないので流しやトイレに流さないようご注意ください。またフローリングや液晶画面など使えないものもありますので、合わせてご注意ください。これらは大掃除に向けて大活躍しそうなスクラブクロスです。次は顔だけミッフィーのデザインの吸水水切りマットとマイクロファイバー布巾です。水切りマットの方は440円です。同じデザインでサイズが2通りあります。こちらは小さい方のサイズで縦 30cm×横 40cm です。大きい方は550円でこれより10センチぐらいずつ大きいです。マイクロファイバー生地なのでぐんぐん吸水してくれます。
洗い物が少ない時や食洗機に入らないお鍋の水切りや食洗機が使用できないグラスや湿器などに使えます。裏側はグレーの無地でループがついているのでかけて干すことができます。材質はポリエステルとポリウレタンです。そしてこちらはマイクロファイバー布巾です。3枚入りで550円です。サイズは30センチ ×30 センチです。超極細繊維なので布巾が乾燥した状態では細かいホコリを絡め取り、湿った状態では吸水性がアップし汚れもしっかりかき出してくれます。極細繊維だけあって手がかさついていると布巾に手が引っかかってしまいます。材質はポリエステル 100% です。どちらもこのデザインのみで、カラーもグレーのみです。洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットを使用することになります。乾燥機やアイロンは使用できないのでご注意ください。マイクロファイバー布巾の方は、傷のつきやすい素材に強くこすると、塗装が剥がれたり、光沢がなくなる場合がありますので、目立たないところで確認してからの使用になります。また繊維の特性が壊れるので煮沸消毒はしないようご注意ください。モノトーンがお好きなミッフィーファンに特におすすめの吸水マットと布巾です。次はクリスマスグッズです。それぞれ110円です。これらは全部シールとテープです。こちらはクリスマスシートシーリングです。2つのパターンがあり、私はシールを傾けると光るパステル状のものを選びましたが、赤や緑など原色のシールもあり、デザインは同じだったと思います。他の探し物があって、お店を数軒回ってみたら、どこのお店もこのカラーが残りわずかでした。シーリング風なのでシールがぷっくりとしています。手紙やカード、ラッピングなど用途は様々です。シールの方は10種類あり、それぞれ5枚ずつ、合計50枚入っています。用途はシーリングとほぼ同じですが、例えばたくさんの人に配るプチプレゼントにクリスマス用のラッピングをしなくても、シールを貼るだけで可愛いアクセントになると思います。あるいはリボンを短く2本切って、クロスさせてから貼り付けるなどして、カードやプレゼントに貼るのも良さそうです。こちらはクリスマスマスキングテープです。15ミリ幅 ×3 メートルのテープが4個入っています。こちらのマスでは、前々回にセリアさんのクリスマス用ファブリックポスターを貼った時に使ったものです。普段使いにはちょっと派手な気もしますが、クリスマスではこのゴールドがとても綺麗に映えて、クリスマスの雰囲気も高まると思います。そしてこちらはクリスマスリボンです。リボンの両端にゴールドカラーがステッチされているちょっとリッチな気分になるリボンです。私はいろいろと作りたいものがあるのですが、なかなかまとまった時間が取れなくて、とりあえずこのリボンを使って簡単に作ったものがこちらです。リボンはいろんな飾り物に使うと可愛く仕上がるので、使ってみたい方はぜひクリスマス風に飾られると良いかと思います。次はワセリン配合とシアバター配合のボディミルクとリップジェルです。それぞれ110円です。どちらもフェイスマスクやハンドクリームなどシリーズ化されているものです。ボディミルクの方はワセリン配合とシアバター配合のものがあり、どちらも香りのあるものと無香料のものがあります。ワセリンの方の香り付きはオリエンタルフローレルの香り、シアバターの方はフルーティーシトラスの香りです。内容量は 60ml です。どちらも柔らかなテクスチャで薄くよく伸びます。そしてワセリンやシアバター配合だけあってしっとりサラサラになる感じです。ベタつきは全く感じないです。ハンドクリームを使うよりこちらの方が保水されている感じがしてすごく良いと思います。香りは強すぎはしませんが、
しばらく残っていますので、苦手な方は無香料がおすすめです。ただ一つ、ボディミルクが出にくいのが残念な点で、終わりがけのマヨネーズのように、買ってすぐも逆さまに向けておかないと出にくいです。こちらはリップジェルです。シアバターの方はブルーベリーの香り、ワセリンの方はピーチの香りですが、リップジェルにも無香料がありました。内容量は 8g です。蓋を開けると塗りやすいようになっています。香りは香料なのに、どちらも唇に塗った瞬間食べたくなるようなブルーベリーやピーチの香りがします。でも香りが薄れるのは早いです。透明のジェルで少し出すだけでしっとりとします。最初はどれぐらい塗ったら良いのかわからず、適当に出せばつけすぎだったようで、やたらベタついた感じがありましたが、少量なら問題ないです。つけた感じはリップグロスみたいな感覚です。どれもしっとり感があって、かさつきが解消するのでおすすめです。私的にはおすすめのボディミルクとリップジェルです。